皆さん、こんにちは。ブラジル・サンパウロ在住ギタリスト、金田昌司でございます。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。虫が飛んでる。はい。今日サンパウロですね。さっきすごい大雨が降ったんですけど、今止んでますね。どんな感じか見せましょうか。はい、これ僕の部屋のベランダからなんですけど、見えるか、こんな感じですね。もう今止んでますね。はい、本日はですね、最近引っ越ししてて、家のもいろいろ整理してたら面白いものが見つかったんで、ちょっとそれを紹介しようかなと思います。はい、果たして何なのか、まあ、全く大したもんじゃないんですけどじゃあちょっと紹介したいと思います。これです。まあ、新聞記事ですね。これはですね、エスタドンっていう新聞記事です、サンパウロので。昔これに、こちらの新聞社さんの方に取材をしてもらいまして、で、取材してもらった内容を掲載してもらったんですね。で、まあ何が面白いかって言ったら、まあさあ、その前にですね、この取材内容、まあ特集ですかね、まあ移民の特集といいますか、新しい移民ですね、ブラジルに対、ブラジルに移民してきた新しい世代の取材です。座ってるかな。そうですね。はい。で、まあいろんな国の人が取材されてまして、まあ、ボリビア人、ね、でフランス人、アメリカ人と、でこの人は中国人かな、でハイチ人で、ペルー、コロンビア、パラグアイで、日本とアルゼンチン、まあ南米が多いですかね。中南米が多いですね、この記事の、記事に取材された人ですね。まあアジアからは、中国人のこの女性と僕になります。で、まあこれ何が面白いかって言いますと、名前なんですよね。まあアジア人の名前は多分ブラジル人にとって難しかったのか、まあ僕庄司金田なんですけど、そんなまあ難しくないと思うんですよ。これよく見てくださいね。これ映ってるか。はい、庄司金ダグラスってなってるんですよ。庄司金ダグラス、僕も最初記事見た時えっと思って、まあこの紙面で出る前に、あのインターネット記事の方を見た時に、もう金ダグラスなっとるやんけ思って、で、まあ、僕が見つけたんじゃなくて、僕の友達が見つけて教えてくれたんですよね。お前名前変えたんけっつって、いや名前変えてへんけど、お前金ダグラスなってんぞみたいな。で僕すぐその取材してくれた人に連絡して、ちょっとこれ名前間違ってるんですけどとか言って、もうすぐ返信来まして、うわごめんごめんごめんって言って、どこで間違えたんやろなぁみたいな感じで、すごい、まあ、謝ってはいたんですけど、で、まあ、インターネット記事の方はすぐ修正の方はしてくれたんですけど、この紙面の方はもう無理で、すでにもう発行されてしまった後やったんで、まあこれは修正できなかったんですけど、ある意味まあレアアイテムですよねこれね。で、なんで僕これ最後にこのグラスつけたんかなと思って、すごい不思議に思ってたんですよ。なんかそんな、まあね、みんなパソコンで入力してるから、こう「金だ」って入れた瞬間に、何て言うんですか、予想してね、この
単語かっていうのでこうパッと入れてもうたんかなっていろいろ考えてたんですね。でまあ他の人のこう名前をいろいろ見てたらその謎が解けたんですよ。一人ねアメリカの移民でドグラス・マクアリスターっていう、ま、なんでこれ、ま、マクアリスターですかこの人ね見えるかな。この人ドグラスなんですよ。で僕最後のグラスなんですよ。これどっかでこれ混ざってもうたんかもしれないですね。このカネダとこのドグラスがねどう混ざったかちょっとよく分かんないですけどそれでこのカネダグラスになってもうてしばらくまあ半年ぐらいもう僕カネダグラスで言ってましたけどね名前ね友達からお金ダグラス来たみたいな感じでほんまに、まあ、そのうちはもうこっちに改名しようかなっていうぐらいのまあそれは冗談ですけどまあしばらく金ダグラスと呼ばれる日がありましたけどまあ今はもう完全にみんなも忘れちゃってねそんなこともでこの記事がねできて出してもらったのが2018年の今からもう3年前ですね。はい、3年前。まあ記事の内容は一応これが表紙なんですね。表紙で記事の内容はまあなんでブラジル来たかとかいろいろそういうことが、書かれてるはず。こんな感じで。見えるかな。まあこういう感じでみんなこういろいろ特集してもらってます。どんなことしゃべったの。いいですね。ここにもちゃんと。カネダグラス。庄司カネダグラスって言ってますね。この徹底ぶりがもういいですね逆にね内容はあそうですねなんでまあブラジルに来たかとかそういうことが書いてますね。サブタイトルがいいですねこれ。サブタイトルっていうか2010年エミペーベブラジルのムジカポプラブラジレーラってですね習いに来たギター一本でみたいな。ギター一本で実際来たわけじゃないんですけどね。まあその方がこうなんか見出し的にいいんでしょうこれ。はい、とまあそういう感じの、そういう感じのっていうかまあこの新聞すごい大手で昔からあるとこなんですよ。古いんですよエスタドームで。いつできたかって言ったら1875年ですね。これここに書いてるんですけど古いかなり老舗の新聞社でも間違えちゃうっていうね。これはこういう記事とか文字使ってるところでこれあるまじき行為でこれミスしたやつが一発退場もありえるんじゃないかっていうまあそんな重罪ではないですけどでもなんか間違えちゃうっていうのが僕の中ではすごい衝撃でねえちょっとありえへんなとは思いましたけどまあまあええ記念にはなりましたねこれね。まあすごい取材してくれた人いい人で。その後にね、いろいろ人を紹介してもらったりとかしたんですごいいい人だったんですけどなんか最後の詰めがちょっと甘かったんかして、惜しい残念な結果にはなったけどまあ一つ記念としてこういう紙面で残るというのはちょっと嬉しいものですよね。はい、あとまあこれの他にもフォーレ・デ・サンパウロっていう新聞社に僕結
構結構前ですね、あれは2014、15年の時にも取材してもらって、まあそれも確かなんか移民の話だったんかな、移民特集やったような気がします。なんかまたその記事も出てきたらお見せしようかなと思います。はい、そんな感じで本日は、引っ越ししてたら面白いものが出てきたので動画にしようという回でした。あといつも撮ってる角度とは違う角度でちょっと今日は撮ってみたんですけど、いかがでしょう。これは僕の部屋ですね。はい、まあそんな感じで、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あといいねボタンも押してもらったら最高に嬉しいのでよろしくお願いします。はい、ではまたお会いしましょう。